ハイアブリはディスイーツ・ドーキー。1997年、アルゼンチンで3人の幼い子供たちが UFO に連れ去られたという事件が残っております。その当時でさえあまり捜査されなかったと言われております。事件はアルゼンチン・エントレ・リオス州というところのコンコルディアという町の郊外で起きたそうです。貧しい家庭の3人の子供たちが、なんと、 母親の目の前で UFO に連れ去られたというのです。ところが3日後、無事に3人は戻ってきました。行方不明になった子供たちの両親は慌てて警察に相談したんですが、なんと警察は両親の言葉をまともに取り合わなかったのです。それどころか帰ってきた子供たちの証言も真に受けなかったと言われております。実は逆で、全く逆で、全てを重く受け止めて、 アルゼンチンも南米で UFO の事件が多発していると言われておりまして、もうこれ以上世間に知られないようにわざと騒がないようにあまり捜査しなかったのではないかとも言われております。ところが子供たちの話を信じる警察官もいました。その一人、捜査官のロドリゴ・オルティスさん。こう言っております。例えば16歳から18歳になると、 子供といえども大人と同様に簡単に嘘をつくけれども、あんなに幼い子供たち、子供たちって9歳、8歳、7歳なんですね。幼い子供たちがあんなに堂々と一生懸命嘘をつくとは思えないと言ってるんですね。だから本当にこの子供たち3人は UFO に乗ったんだろうと彼は言っています。子供たちのお父さん、エミリオさん、お母さん、カルメンさん、両親は UFO の調査員に連絡しました。アスパレンという調査員が家にやってきたそうです。3人の子供たちはアンドレ9歳、ホルヘ8歳、カルロス7歳です。アスパレンは3人それぞれから別々に UFO の話を聞きました。さらに両親から別々にこの時のことを聞いているんです。その日、3人の男の子は家のすぐ近くで遊んでいたそうです。 家のベランダにいたお母さんは子供たちの異常な叫び声を聞いたんですね。ギャーっていう叫び声を聞いてびっくりして家から飛び出しました。するとなんと巨大な金色の円盤が見えたって言うんですね。UFO がすぐ近くに着陸していました。すぐ近くにその子供たちが3人立ってるんですね。家に入りなさいってお母さんが言ったんですけれども、その宇宙船は次の瞬間大きなビームを放ち、 3人の子どもたちを次々にその UFO の中に吸い込んでいったっていうんですねそれを見たお母さんは強いヒステリーが起きてキャーって叫んでるのでお父さんも慌ててきてるんですがお父さんもその金色の UFO が空の彼方に飛び去るのを見てるんですどうしたって言ったら子どもたち3人が連れ去られたっていうんですねもうびっくりして慌てて警察に行きました ところが、警察はまともに取り扱わない。けれども、幼い子供たちが3人消えたということで、行方不明事件ということで、捜査は開始されたそうです。その後3日経って、子供たちは帰ってきました。この時のことを両親はこう言っております。あれは火曜日の夜でしたと。もう昼間ずっと捜索して疲れて2人リビングに座っていたところ、夜なのに、いきなり空が明るくなったそうです。 真っ昼間のように明るくなってどうしたんだろうと思ったらあの時見た UFO がそのまままた降りてきてるんですね。びっくりして両親は家から飛び出しました。するとその大きな UFO から自分の子供たち3人が降りてくるのが見えたんです。そのままこっちに駆け寄ってきたっていうので抱きしめてあげてもう大丈夫だった心配したのよっていうことだったんですけれども UFO はもう消えていたそうです。で、とりあえず3人の子供たちは 疲れたっていうことだったので、ペットで寝かせてあげて、翌日、病院に連れて行きました。ところがですね、その病院でレントゲンが、まあ、施されたり、いろいろ調査をしてるんですけれども、それぞれの3人の子供の背中に、何やら器具みたいなものが埋まってるって言われてるんですね。それでも、警察としては、UFO 事件としては扱わなかったそうです。やがて子供たちが話をしてくれるようになりました。 子供たちが言うにはすごく優しい人たちだったと。その UFO は天空に浮かび、月や他の惑星の間を駆け巡ったんだよと。で、中には大きな人がいて、それを子供たちは神様だと思ったんですね。銀色の髪の毛が輝き、金色の服を着ていたと。で、その神様がその UFO を操縦してコントロールしていたと。 その神様は何人もいたと。結局宇宙人が何名もいたっていうんですね。で、主に子供たちに話しかけた宇宙人は、ララールっていう名前を名乗っていたそうです。それで子供たちをいろんな星を見せてあげたり、遊ばせてあげたり。で、子供たちがお腹が空いたら、珍しい、見たことのない白いパンをくれて、それがとっても美味しかったと言ってます。で、そのララールは子供たちにもう返してあげると言ったそうです。 そして UFO はどんどん地球に降りていきました。ララールは最後に白い長い棒でそれぞれ三人の子供たちの顔をそっと撫でたそうです。そしてそれぞれの背中に針を刺したと子供たちは言ってるんですね。ところが全く痛くなかったそうです。今埋めてあげたからねと言われて、じゃあさようならと言ったそうです。その UFO の中はたくさんの光り輝くものがあり、光ったり消えたりしていたそうです。 この宇宙人たちはみんな頭が大きくって、黄色くって大きな目をしていたそうです。子供たちはもうみんなと友達になったと喜んでいたんですね。まあ、両親としては子供たちは無傷で帰ってきたと思ってるんですね。全く無傷で元気に帰ってきてるんで、よかったよかったと言ってるんですね。ところが、それから何年も経って、2010年になって、UFO 研究家がやはりこの事件気になるということで、 調査を再開ししようとしたんで,すで、この一家を、こう、話を聞きに行ったんですね。ところが、全くその家には誰も住んでいませんでした。手がかりを求めて一生懸命探したんですが、なんと、この一家全員、どこに行ったかわからないそうです。結局、子供たち三人も両親も、どこにもいないそうです。不気味だなと思うんですけれども、 この人曰く、きっとアルゼンチン政府とか警察は UFO 関係にちょっと敏感なところがあるから、彼らをわからないところに引っ越しをさせて、外とあんまりこう、付き合うなって言われてるんではないかみたいなこと言ってるんですけれども、まあ無事だといいんですけれども、ちょっと気になりますね。一家はあの事件で注目されることもなく、忘れられたエイリアンアブダクションの一つとも言われてるそうです。 ま、どこかで無事に幸せに暮らしていてほしいなと思います。まあ、今回はアルゼンチンで3人の子供たちに起きた UFO、エイリアンアブダクション事件について、まあ、少しお話をしてみました。まあ、皆様は今回のことどう思いますでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。